アメリカポーツマス市と国際交流がある日南学園ではベルリンギングがありました。1905年9月5日に日露戦争の講和条約としてポーツマス条約が調印された際にベルを鳴らしたとされています。音楽ホールではセレモニーが開かれ、生徒代表が宣言書を朗読。一つ、この宣言はニューハンプシャーとその市民がポーツマス条約という国際的な交渉を成功へと導く大きな役割を果たしたことを称えるものです。そして15時47分、はじめに佐喜多日南市長がポーツマス市からもらったハンドベルを鳴らしました。これに続き生徒たちが100個のベルの音を響かせ平和を願いました。 Wonderful event. I think it's a wonderful event. 初めてだったので緊張しました。でも日南の人と一緒に鳴らせて楽しかったです。企画はしたもののですね、本当にその趣旨が活かせるかなと思ってましたけど、皆さんが協力していただいて、特に友好親善に普段からですね努力されているご来賓の方々ですね、本当に大勢集まっていただきましてありがとうございました。日南学園でのベルリンギングは一昨年に続き今回で2回目。10月には日南学園中学校の生徒20人がポーツマス市に国際交流と語学研修へ9泊11日の日程で参加する予定です。